上海国際博覧会、開放開放は、2010年5月1日から10月31日まで、中華人民共和国の上海市で開催される、上海国際博覧会の公式マスコット。中国、日本など21の国と、地域から寄せられた26,655点の作品から選ばれたとされており、台湾在住のデザイナーカン久ギヒ県の作品であるという、 2007年12月18日に万博の公式マスコットキャラクターとして発表された。中国語で世界の宝を意味する四海行富が名称の由来である。上海万博がより良い年、より良い生活をテーマとしており、その中心は人間であることから漢字の人をかたどっている。退職の青は海を象徴し、また地球、夢、生命、未来、 科学技術なども表しているという。解放の発表は2007年12月18日、反ただし上海市長によって、上海大舞台において行われ、同時に盛大なセレモニーが開催された。翌12月19日からは、マスコット関連グッズの発売が始まった。19日には、記念切手、中国2010年上海を、白旗は吉師匠もの評が北京と上海で、 発売された。解放は、1950年代から1960年代にかけてアメリカ合衆国で制作された子供向け番組のキャラクター、ガンビーの盗作ではないかという疑惑が生じている。また、1974年に日本で放映された石森翔太郎原作のテレビアニメ、星の子チョビンのチョビンに似ていると指摘する声もある。ありがとうございます。